それより、第90回東北大学サイエンスカフェを開催いたします。えっと今日はちょっと趣考が変わっておりまして、今日はえっと深海を探る巨大地震の謎ということで、日野先生とあと栗がえっと講師を務めさせていただきます。2人の講師ということで、少しあのいつもとは違う雰囲気があるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。じゃ、えっとそ,それぞれで自己紹介したいと思います。 え、皆さん、こんばんは、えー。東北大学理学研究科の日野でございます。あの、まあ、あの、皆さんのお手元にも資料、私の、あのだ、だいぶ古いんで、随分、あの、年をた、取ったのが、えー、バレてしまいますけれども、えー、あの、えー、ここにございますように、えー、と地震噴火予知研究観測センターというところで、えー、主として、その、海域で発生する地震の発生機構に関する研究を進めてきました。で、まあ、あの、なりわいとしては地震計を使う観測なんですけれども、そうした中で、えっ、ー、と、まあ。 断層の中にどういうものがあるんだろうってそういうことに興味があってそれでその、まあ、今日お話をしますけれどもそうう掘削に関係する仕事にも、えー、携わるようになりましたでまあ、そういう関係で今日はそういう話を、えー、させていただこうと思っていしいます。 皆さんこんばんこばは栗和と申します、えっと、私は理学研究科のちょっと変わったブースで教育研究支援部アウトリーチ支援室というところにいます、えっと、いろんな先生方がこうかあの研究されてるんですけどその研究を伝えることそれから伝えるお手伝いをすることを仕事にしています、えっと、今回は実はそういう仕事をしていてもともと地球科学を学んでいた経歴もありまして地球深部探査船地球というものに 取材同行という形でああのあの行いましたのでその紹介も含めてということで今日講師という形でお話をさせていただきます、えっと、この後はあのはちょっと座らせていただきますがどうぞあのご,ご,ご了承ください、えっと、自己紹介にもあったんですけれども IODP というところに日野先生関わっておられててそれがどういうものかっていうのと今私が えと取材同行した地球っていうのがどういうものかっていうのをまず紹介させていただきますえっ、ー、とですね一言で言うと研究のための穴を掘るための船ですでそれを取りまとめているのが IODP ですで研究のために穴を掘る船っていうのは日本の研究掘削船地球とアメリカのジョイデス・レゾリューション号というのが2層ありますそれから 研究に特定されているわけではないんですけれどもヨーロッパの海洋資源を掘削する船こういうのを契約して特定任務掘削船と呼びましてこういうヨーロッパの船と日本の船とアメリカの船で研究を掘削して研究をしています。 でそれを統合しているいろんな国の人たちが、えっと、この3国だけじゃなくていろんな国の人たちが関わられるようにまと取りまとめているのが IODP= インテグレイティッド・オーシャン・ドリリング・プログラム国際統合深海掘削計画というところが取りまとめを行って研究が進められていますで今言ったように地球は研究のための掘削船ですけど船にはもちろん研究のためので研究者が乗ってます それから掘削、穴を掘るまあその機械を動かす技術者も乗っていますそれから船を動かす人たちそれから、えー、と生活をあの支えてくれるあの料理を作ってくれる人たちっていうのも乗っていますそういう人たちが乗って総勢150人から200人くらいであの航海に出ています。だいいいた何ヶ月かっていう単位でえー、と沖に出て そのの何ヶ月かの間はずっと船の上で生活しながら研究をしていますで研究するために穴を掘ってその掘った穴に装置を入れて計測したり穴を掘って岩石を取ってきたりそうやって研究してるんですねじゃあどういう研究をするかっていうとじゃあ穴を掘って研究すると何がわかるかっていうのは一応こういうのが知りたいっていうのが決まってましてありまして巨大地震発生,発生の謎を解く。 それから私たちのどこから来たのか要は生命の起源ですねこういうものが海の深海の昔の地球の環境に似たようなところが深海に残っているのでそういうところから起源を探るそれから海には地層が積み重なっていますのでそういう昔の地球の歴史がわかるのでその昔の歴史をひもといてさらには、えっと、現在 からあと未来について考えていこうというようなこういうやこうのようにして研究が進められていますでミッションの一つに挙げられたていた巨大地震の謎を探るですねこういうミッションを掲げてずっとやってきていたのでそういうとこ,ところに2011年3月11日あの地震が起きましたというわけでえー、っと 森ジェームス二郎さん京都大学の防災研究所の教授ですけどが,が筆頭となって IODP の目的の一つは巨大地震が発生する沈み込み帯を研究することである2011年東北地方太平洋沖地震は大きな被害をもたらした将来このような大災害を起こさないために我々 IODP に関わる研究者は地震と津波の研究のためにできる限りの努力をすべきであるということでこの掘削調査地震を 地震の断層を掘って調査するという研究が始まりまりした実際にその研究を行ったのは、えー、っと地震から1年後あ平成24年4月1日から5月24日の公開それからその時にはでききれなかった作業がありましたので第2弾として7月5日から7月24日の公開研究公開っていうのが行われています。 では、今、研究掘削プロジェクトをあの地震について行うという話を紹介しましたけれども実際、どんなふうな背景があってどんな研究が進められたのかということを日野先生からお話をお願いいたします。 先ほど去年の4月から掘削が始まったと言ったんですけどその前に実は長いプランニングの、えー、期間がありますでそもそもなんでこのプロジェクトをやろうと思い,始め思いに至ったかというところを少しお話をしようかなと思いますであの地震が起こってで私も仙台に当時いましたでなかなかメールのやり取りが難しかったんですけど地震が起こってそうですね、えーとまあ、翌週ぐらいですかねその IODP の、えー、とプレシデントから、えー、と連絡が来ました、えー、IODP の関係者掘りたいと言ってるんだけれども えっとそれやって意味があるかねとあの地震が皆さんご承知の通り地震が起こるところって結構深いんですね地下だから穴を掘って届くかどうかっていうのは必ずしもわからないだから本当に地震が起こったばっかりの頃って何いろんなことがわからなかったんですが私一番最初に、えっと、その地震が起こった翌日にこういう波形データを見ましたこれ津波のデータなんです東北地方太平洋沖地震の震源ここで およそ150キロほど離れた、えっと、岩手県の沖合の津波計が捉えた発見なんですが、えっと、非常に高い津波が得られているんですが特に極めて高い津波がポンとこう来ているんですねであの津波の高さというのは海底で起こっている地殻変動の大きさによりますですからでしかも局所的に多分大きい地殻変動があったに違いないということをこれを見て直感しましたでそんなのがあるのはきっと日本海溝に近いところであって でそういうところなら穴を掘れば届くんじゃないだろうか、ぜひ真剣に考えましょうということを私は申し上げました。で、その後あの私たちだんだん観測データをあの見ていくうち,うちにどう、何が起こってきたかっていうのが分かってきてで、そういうものを見ながら検討を進めていくわけです。で、あのそれでですね、まあ、主として地殻、ね、変動あの、地震っていうのは断層がずれ動くことで起こるわけですから、どこが一番たくさん動いたのかっていうのがやっぱり知りたいわけです。 でそれのヒントを与えてくれるのは地殻変動のデータです。でこの地震の時にはですね非常に大きい地殻変動があったあの例えば海岸付近で非常に大きく沈降して今でもあの沈降が戻らなくって困っているという話がありますけれどもたとえここで示し,ましている,るのは、えっと、水平方向の地殻変動です。であのこちらにあるのはこれ地震の前の様子アニメーションで示してますけれども、まあ、こんな感じの GPS の安定なんてあの GPS ってカーナビで使っているやつですねああいうので丁寧に測量してあげると。 えっと、センチメートルからミリメートルの単位で地面が動いているのが見えます。で、普段は太平洋プレートが沈み込んでいることによって東北地方ってだんだんだん,だん痩せ細っていくる歪みがたまっていくわけですね、それが地震によって一気に解放されてこれ矢印が完全に逆を向いているのが見てご覧になってわかると思うんですが、一気に元へあの東側へ動いたわけですで、陸上で見てると動いた量、最大でオシカ半島の観測点で5.3メートル、これでもすごい量ですね。そこかららもうあの辺ぐらいまでっっちゃってるところが 海で私たち、地殻変動、海底観測をやってたんですけれども、それを見ると桁が違う、31メートルっていうのが最大の記録です、で、それが実は日本海溝にやっぱり近いところなんですね、で、震源はここです、で、そうすると、震源、なんとなく震源って、震源地ですから、そこが一番変動が大きそうに思うんだけど、そうじゃなくって、そこの一番近いところが実は24メートル、それよりももっと日本海溝に近いところ、だから、ここで壊れ始めたんだけど、の、もっとエスカレートした大きい、 イベントが日本海溝の近くできっとあったに違いないというふうに思いてあります。で、あの私たちは地殻変動、さっきはあの水平方向のデータを示しましたけど、あの一方で海底で水圧を測ることで上下変動も測ってるで、これ生のデータを持ってきたんですけれども、普段は潮の満ち引き、海水が動きますから潮の満ち引きがあります。で、潮の満ち引き、皆さんどれぐらいあるかご存知ですか、大体1メートルちょっとぐらいあるんですね。で、その1メートルちょっとでこうやって揺らいでいるのが、地震の時にボンとこうやって動いています。5メートル動くんですね。 であのプ,レートプレートが沈み込む角度って非常に浅いので上下方向の変動はそんなに大きくならないんですが水平に比べると大体10対1ぐらいです。ということは逆に言うとこれさっきの観測点ここで3十何メートルでしたけどこっちのちょっと別の観測点なんですがここだと多分50メートルぐらい動いたいに違いない開口軸に行けば行くほどどんどん大きくなっているじゃないかこれはもうあの何とかしてやっぱり掘らないと分からないだろう掘る,こ掘ることできっと,、えー、と謎がつかめるだろうと。 いうふうううふにに思うようになりましたで実際あの、陸上のデータだけ使っていると、なんとなくこれ、これ滑り量の部分で、色の赤,赤っぽいところほどたくさん滑っているっていう表示の仕方ですけれども、陸のデータだけ使っていると、さっき言ったように変動量があまり大きくないんで、あのその真相はよく分からないんですが、海底地殻変動のデータを使うと、確かに海溝に近いところにこう赤っぽい色がたくさん集まっていて、極端に、えー、と大きい滑りがそこにあったで、それが多分一番最初にこれが怪しいと思って、あの津波の波遣の原因になったんだろうと。 いうふうふに考えたわけですでこういう海溝に近いところがいっぱい滑るっていうのはこれは実は地球科学者にとっては結構ショッキングでしたあの後で申しますけれどもあまり動,く動かないだろうとそういう地震を起こさないだろうと思ってたでしかもそれが50メートルも動いたこれも非常に桁違いです例えばスマトラの地震これマグニチュード9の地震で皆さんご記憶にあると思うんですがあの時の やっぱりさっきと同じようにどれぐらいたくさん滑りましたかというのを地図に書いてみるとあのスケールちょっと潰れちゃってますけど1 0トルを大きく超えるようなものは得られてないあるいは色が一番赤っぽくなっているのは陸に近い側ですね海溝はこ,こ,にこっち側なんですけども海溝よりはちょっと中に入ったところということで東北地方太平洋沖とスマトラの地震って随分違うんじゃないかということなんですがただ一方でやっぱり東北地方っていうのは観測網が非常に発達していましたから 実は一般的なことが起こったんだけど前のスマトラの地震のときはよく分からなかっただけかもしれないあるいはやっぱり東北の地震は非常にユニークな地震で何か特殊なことが起こったのかもしれないでもどっちにしろもう観測データではある程度調べ尽くしましたからここから先に行こうと思うともうその地震を起こした断層を掘り抜いてその現場検証をするしかないだろうやっぱり掘ろうということでこのプロジェクトを始めるに至ったわけです。 えっとそれでですね、あのー、ちょっとここからの話をするために少し最初にですねあの断層が動くことが地震だと言ったんですが断層の動き方には実は2通りあるというのをちょっとこの実験でお示ししたいと思うんですこれソリ石を乗っけたソリがあってこれが断層だと思ってくださいでプレートが動くことでひあの歪みがたまっていくのをこうやって、えっと、片側でずっと引っ張っている様子だと思ってください。みたいにバネが伸びて でそれで、えー、とあるところで耐えきれなくなってポッと動くわけですね。ところが、これ,今これ,これがですから、まあ、断層面のつもりで滑っている面なんですけれども、ちょっと今、特解かっこします。こっちとちょっと違う性質の、えー、と断層を用意しましたあの。地球ではこんなことできないんですけど、実験室ですから、まあ、こんなことができるわけ。他の道具は何も変えていません。何も条件変えていないんですが、引っ張り始めると何が起こるか、ちょっと見ててください。さっっきはバネがずっと伸びてて 動いたんです今度あの、ほとんど一定速度で動き続けますね、歪みが蓄えられて解放して、蓄えられて解放して、そういうことをやらない、ですから断層の性質を変えると、片方はあのあはピュッと動くのがあれが地震なんです、ところがこんなふうになっちゃうと、これは地震を起こせません、定,期あのもう定常的に滑っているので歪みがたまりにくいということになの 止まっては動き、止まっては動きというのは不安定性滑りで,で、あとのやつは安定滑りというふうに言います。それで、えー、とあのちょっとおさらいですけれども、2つのアニメーション、もう一回出しますが、えー、とこっちの、えーと、高速に動くのとくっついてる、止まっちゃってるののの繰り返し、これを、えー、とがまあ地,震だ、えー、と地震の繰り返しだというふうに考えます。 で一方で、えっと、こっちの,、えっと、安,定あの安定して滑りが続継続するという意味で安定滑りというあるいは地震が起こらないのでそういうのを非地震性滑りというふうに言ったりしますで、私たちはその日本海溝に近いようなところっていうのは地震が起こらないと思ってたのはこういう性質だと思ってたんですねところが実際には地震が起こっちゃったわけだからそうじゃなくてこっち側だろうえ固着滑りを繰り返すようなところだと。 いいうふうふに思わざるを得ないでそうするとあのさっき言ったように断層のにある物質ですね断層の性質がこれをコントロールしているわけですからそこのものを持ってきてこの滑る面のところも大ですねそうですねだそうあのさっきのこのソリのところにくっついてソリの下側にくっついているこのさっきはあのテープが貼ってあったんですけれどもえ実際にはここに岩石があるわけです粘土があるかもしれませんえ砂があるかもしれませんでそういうものがどういうものでできているかっていうのを調べることでどっち側になるか。 がきっとコントロールされているはずでそこを見たいでそのためには行って物を取ってくるしかないでしょうということになるわけで,すで一番最初ですけれどもその不安定滑りの性質を持っているんだろうかあるいはさっきの実験で示してましたようにバネが伸びて縮んで伸びて縮んでの繰り返しですということは地震の前に歪みを蓄えていて今その歪みを解放しましたかということを調べたいそれはやっぱりそのでそこにかかっている力を見ることでかるだろうあるいは50メートルの滑りってこれすごいですねあの 共演のプール1個分あの3分間のうちに動いちゃうわけです巨大な岩盤がでそれには非常に膨大なエネルギーが蓄積されているかあるいは滑り面が氷のようにつるつるだったらほんのちょっとつついてあげればたくさん滑りますからきっとどっちかなんですでそれなぜだろう調べたいこれもやっぱりあの断層の面の性質を調べる必要があるだろうそれからもう一つはあ,のあんまりあの摩擦抵抗が小さいとコンって叩くと たん蓄えられてたエネルギー以上に滑れてしまう勢いがついて滑り,すぎ滑りすぎちゃうかもしれないわけですねでその滑りすぎっていうのがひょっとしたらあるかもしれないという研究者がいますからそんなことがないんだろうかということを確かめたい、まあ、この辺をチェックポイントにして研究を進めていこうということになりました、えっと、それでですね結局はその海溝に近いところが5 0ルも滑っちゃったのはどうしてなのでそれがきっと今回の M 9の地震のマグニチュード9の地震の ヒント行くのは行く掘るべきところは非常にクリアでたくさん滑ったところそれ,これを観測データさっきこういう図を示しましたけれども観測データからまず押さえるそれからもう一つはその地球っていう船は世界に誇るべき素晴らしい作戦なんですがそれでもやっぱり性能には限界があります水深が7 0 0 0ルを超えるような深い海では えっと、実はできませんだから水深が7 0 0 0トルを超えてちゃいけないでそれからもう一つは、えっと、水深7 0 0 0ルのところからさらに、えっと、掘っていくわけですねでそうするとドリルの,なあとドリルの,あの刃の長さがものすごく長くなりますであまり長くなるとつって回すことができなくなっちゃうんですねで限界がだいたい8 0 0 0ルそうすると足し算すると でえー、なんだ、断層が、掘りたいところが海底の下の1000メートルを超えないところになきゃいけない、こういう条件がついてきます、それからドリルの穴を、皆さんもあの工作をやったことがある方、ちょっと想像していただきたいんですが、掘ろうと思っている面がでこでこだったら、刃が立ちませんね、跳ねちゃいます、だから地形が複雑なところはだめです、それからあと掘り始めて、中がぐさぐさだったりすると、今度はドリルが詰まっちゃいます。 だから中の構造があんまり複雑なところを掘るわけにはいきません、でこういう条件を満たすところを探せということになったわけです滑っているのがこの北アメリカプレートと太平洋プレート、ね、と,ところのここが全体が滑っていると思ってい,いですか、ええ、そうです、あのですがここが太平洋、えっと東北地方の、えっと、陸で、ここが日本海溝でこの間ですね、でここを境にして、えっとえー、滑りが起こったと。 そうすると陸に近いと海は浅いけれどもたくさん掘らなきゃいけないし沖に行くと少ししか地面はないけれども海が深いからというところでいいポイントが探さななきゃいけないけ、ね、そうです、ね、あのこの2つの条件でこ,この中のどこがいいですかというのを探さなきゃいけないということになるわけですはいそれで、えーっとあのまあ、どれくらい滑ったかというのは地殻変動のデータから、えー、っと調べてこの辺がいいでしょというのは見つけたんですけれども。 じゃあそのさっきの地下がどうなっているかっていうのが条件なので掘る前に地下を予測しなきゃいけないわけです。でどうするかっていうんですけども地下を調べる一つの方法として反射法音波探査というのがあります。まあ、言ってみればあの X 線透視をするみたいなもんです X 線は X 線を出してでそれのまあ透過率あるいは場合によっては反射率を使って体の中を調べるわけですけれどもこれは音波を使って海あの,回転の下地下がどうなっているかを調べる で船をずっと動かして音を出しながらそれで跳ね返ってくる音を聞きますまあいし、えーとまあ、レーダーみたいなものだと思っていただいてもいいかもしれない近ければすぐ帰ってくるし遠ければ帰ってくるのが遅くなるう、ね、そういうことですねで、えーとまあ、今これただの漫画なんですけれども実際のデータを示すとこんな感じになりますで海底ここがずっと海底面で,すでここに日本海溝の一番深いところがあります でこちらら側から太平洋プレートが沈み込んで,であのずっとなだらかに沈み込んでいる漫画をよく描くんですけど日本海どの太平洋プレートの上面って結構でこぼこなんですね。でその凸凹の中でもデコのところを選んであげるとちょっと断層が浅いところまで来てるでしょうということでここを選べばさっき言った条件が満たせるで構造もそんなに複雑じゃないですからここを掘ろうということになったわけです。 であのまあ、こうやってあのまず科学者の側としてはです、ね、あの持っているデータを総動員してここを掘れというところを検討したわけですけれども一方でえ技術者たちはその、えー、とさっき言いましたけど、えー まあ実際に本格的に検討を始めたのが2011年地震があった年の5月からですで掘削をやったのが4月ですから1年足らずの間にたくさんの技術的な課題を考えなきゃいけないでやっぱり大変なのは海が深いことその深い海の下をさらにたくさん掘らなければいけないことで、えっと、ドリルパイプがあとやっぱりヤワですと,、えっともう到底その長いものを回してると折れてしまいますから非常に強いものを作らなきゃいけないそれから普段そのまああの実際に掘削する道具以外にも 管理するためにいろんなツールを使っているんですけれども標準的なツールが全く使えませんからいろんな工夫をしなければいけないそういう意味では1年というのは非常に短い時間だったというふうに聞いていますで実際にその科学掘削の歴史をちょっとひもといてみると1978年に深い海の歴史としては7 0 0 0ルのみ掘った経験はありますだけどたった1 5ルしか掘ってないんですねだから深い海でさらにその先いっぱい掘るっていうのはやったことがない で地球っていう船はじゃあ、どれぐらいの経験があったかというと、およそ4000メートルの海で、その先950メートル掘った、これが地球にとっては一番、あのこの前の時点では最,大最高記録です、ですからたった1年の準備期間で、この、えー、と記録を、だから事故記録をこんなにたくさん更新しなければいけない、非常にチャレンジングな航海だったとということになり4000メートルからいきなり7000メートルの水深に挑戦しなきゃいけない、ね、そうですね。はい ね、あの挑戦しなきゃいけないというので、ね、皆さんにもちょっとだけ挑戦していただこうかなと思って、えっと、机の上にこういうものを準備していますで、えー、とその前にあの地球の紹介ってあんまりしていなかったので、えー、とここで紹介させていただきますで地球っていうのはちょっとお菓子もきますねあ、えー、と長さが大体2 0 0ルぐらいありますでこの櫓が1 3 0ルぐらいありますでここに実は パイプを積むラックがここにありますパイプがあってこれをロボットアームを使って櫓のところに立てて櫓からパイプを下げるで次下げるとまた次のラックをあパイプをラックから持ってきて櫓に,に立てて下げるとこうやってどん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 深いところまでつなげていくんですねでどれくらい長くつなげるかっていうとこれ大体3 0ンチ弱あるので それで2 0 0ルの笛で7 0 0 0ルまで水深まで行くというと3 0ンチぐらいしかないと今度はちょっと持ってもらえますか大体1、ね、0ルぐらいですね、この船に対してこんな感じですね。 これぐらいまでどん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 パイプをつなげていけないパイプは実は1 0ル単位のものを4つつなげて4 0ルぐらいが大体1つの単位になっていますその4 0ルごとにずんど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 んつなげていって7 0 0 0ルまでいってさらにその7 0 0 0ルから先1 0 0 0ルぐらいを今度は穴を掘っていくというこういう作業をしなければいけない。 であのちょっと長さを感じていただければいいかと思います。ありがとうございました。帰ってきてください。 机にちょっとした地層を用意してありますのでそこでどういうふうに掘っていくか穴を掘るって言ってショ,シ,ョショベルカーとはちょっと違うんですね穴を掘るっていうのは実はパイプでくり抜くんですねでそれをちょっと机のところ机のとでファシリテーサーさんと一緒にちょっとやっていただければいいかと思います5分か10分ぐらい作業の時間にしますのであの机の上でそれぞれでちょっとやってみてください私たちもちょっと机を回らせていただきます あの先に進めさせていただきます。えっとですね。途中ちょっと質問いただいたこととも関連するんですけれども、穴を掘るっていうだけ。穴を掘って研究する。あの研究するんですけれども、穴を掘って研究するにも、実は大まかに分けて3つのやり方があるんですね。えっと掘削しながら、先端ドリルビットの先端にセンサーをつけておくんですね。で、穴を掘ってそのセンサーを使って。 こう要は穴の中に手を突っ込んで目をつぶってなんか硬いものがあるかなやわらかいものがあるかなっていうような感覚でこのセンサーを使って穴の中の様子を計測するっていうやり方があります。えーとあの 掘削同時喧騒という言葉を使ってますけれども、どういうことがわかるかというと、まあ、力の強さで硬さみたいなものがわかるそれから電気の通りやすさも測ってますで割れ目があるとそこに水が溜まっていて水があると電気が通りやすくなるのであ電気が通りやすいところがあるなと思うとそれはきっと割れ目があって水があるところだろうという判断をしていますそれからセンサーとして放射線量も測ってますで放射線量 放射線を含むような、えー、と元素っていうのは粘土鉱物粘土によく入ってるんですねそうすると放射線量が上がったっていうことはそこにきっと粘土があるだろうで粘土っていうのはこう擦れた時に細かい細粒の粒ができた時に発生するものですから断層とセットでよく出てくるでそうやってっ、えー、と こう真っ暗闇の中手を、センサーを入れて、えー、と同時検遜という形で穴の中の様子を探っています。で、これがこの後作業をする時の一番大事な、えー、と道しるべになるんですね。で、その次にその道しるべを使いながら他に何をやるかっていうと例えば掘削した穴に観測器を設置する。 で実はあの観測器を設置するためには穴が潰れないようにこうケーシングといって穴を補強するようなものを入れなきゃいけないんですね。それからあるいは穴を掘ってそこから物を取ってくる。物を取ってくるためにはまあエレベーターみたいな機能がいるんですねこれあの。こういうふうな形で3つのタイプのただ穴を掘って研究するといってもこういう研究の仕方をしています。で えとですね、さっ先ほど日野先生からもちょっとお話はもうすでに出ているんですけれども巨大地震が起きた直後にしか取れないデータというのがありますでそれを今回は一番のターゲットにしていますで地面というのはどんどん,どん,どん深く掘っていくと温度がどんどん,どんどん上がっていきますこれがあの一般的な温度と地面の深さの関係ですでそれが 断層が起きると断層が起きて滑ると滑ったために摩擦熱が発生しますあるところに温度が高いところがあればきっとこれが最近動いて滑って摩擦熱が出たところだろうということが判断できますで時間が経つと熱はどん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 逃げて散逸してしまいますので、えー、っと割れ目があっても 例えば昔動いた断層と最近動いた断層を見上げるためには熱が残っているかどうかっていうところをちゃんと注目してあげればよろしいでさっき言った割れ目があってあのあの水が通りやすいとか粘土があるとか割れ目があるけど熱がないあるいは割れ目があって熱がある上の割れ目があるけど熱がないはきっと古い昔の断層だろうと。 割れ目があって熱も上がるんだったら最近動いた断層だろうってこういうことをあの注目してで大事なデータとして取りに行っていますそれでえっとまあ勢いよくすればきっと熱も高いだろうとそれからえっと本当に割れたのは 1, 1面だけだろうかそれとも 2, 2面も3面ももっといっぱい割れ目ができたんだろうかそうするとあの温度が発生する領域が広くなってきます。 それからつるつる滑るんだったらさっ,きさっき言った安定滑りと同じで熱は発生しませんある時にずっと頑張って固着していてドンと割れるからこそ熱が発生しますそういう滑りにくい滑りやすい表面だろうか滑りにくい断層面だろうかっていうことをこういう熱から、えー、と推測することができますそのためにだ温,度温度っていうのをだ今回は大事なデータとして考えていました 実際どれくらい温度が測れるだろうかというのはこれはもう研究する前に計算でこれくらいある温度が計測できるんじゃないかというのを見積もっています。1年後であれば0.8度ぐらいそれから2年後ぐらいで2年経てば0.6度ぐらいは温度が残っているんじゃないだろうか。で今回は えと4月と7月とに挑戦してますので1年7月の1年半だと思うと0.7度ぐらいの温度が残っていればいいなということでえと温度計を設置しに行っているというのが今回のミッションです。でえー、とさどういうふうに温度計を入れるかというとまずずっとパイプを下ろしていって地面のところにこう井戸の入り口みたいなものを設置するんですね。 これが番ここから穴を掘るよという入り口の行動みたいなものを作るこの行動をまず設置してそれからパイプを引き上げるで次に今度は補強するためのシステムの入ったパイプを下ろしていきますで、えー、と補強しながら掘り進んでいくで補強してちゃんと温度が上がってここですね でその次に補強が終わったところにもう次でいいですねそこに温度計をぶらーんとぶら下げるような設置をしてそれで、えー、と入り口をきちんとパイプ止めてでパイプを外して帰ってくるでその後はまた温度,温度計を回収しに行くというこういう形で温度を測,あの測定することになってますで先ほど言ったんですけれども掘削として調べるには掘りながら同時にあのセンサーをえっ、ー、と センサーをつけて掘りながら計測するそれから掘削した穴に補強を補強してその補強した穴の中に観測器を設置するこうするとこれ全然違うシステムが必要なんですね道具が必要なんですねそれから今度掘削して石を取ってこようと思うと今度エレベーターみたいなものが必要なのでこれをまた全然違うパイプをつながないといけないなのでこの123っていうのは実は同時にできないんですね で仕事をやるたびにパイプをつなげたり引き上げたりっていうのを何度も何度もやり直しをしなきゃいけなくてパイプを下ろすだけで1.5日パイプを回収するだけで1.5日他のものにあのシステムにつなぎ替えようと思うと3日間タイムロスがありますでそういうことを5月4月5月の2ヶ月の間にどんだけの作業できるだろうかってことをやってました。 でえーとですね、ここからはちょっとサイエンスの話をはずちょっとはは離れますけれども現場の様子というのをちょっと紹介しますで2012年4月1日から5月25日まで掘削を最初の掘削を行っていたんですけれどもここに同行取材させてまいただいていましたもうまさに悪天候との戦いの日々でした。で4月1日に地球は えと静岡県の清水港を出発してこの時はなんか春の日差しの中こういいねってみんな出発してたんですけれどもいざ宮城県沖についてみると皆さん覚えてますでしょうか爆弾低気圧というのがやってくるんですねえあの最大風速秒速40メーターそれから波の高さが14メーターこれこ多分この天井よりも高いですねはるかに。 そういう波が襲ってくるところで、まあ、地球はあの安定した大きな安定した船ですので、えー、逃げる必要はなかったんですけどもそこの場で待機で作業はもちろんできないというのでずっと天候回復待ちということをしてましたでしばらく天候回復,回復待ちした後とに、まあ、13日ぐらいからようやくあの穴を掘るための準備が始まりますで、えー、っと穴を掘るためには機械があるんですけどその操作をする人たちっていうのはなんか危険なのでこう ののの網の中檻の中で,で何か事故が起きてもこの網の中は守られているような形で、えー、とロボットアームとか操作する人たちエンジニアの人たちがここで作業しています昼も夜もなくあの交代制で、えー、と2交代だったかなであのかなりあのきつい現場ですで、えー、とこれがこれであの,あのホあパイプをどん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 下げていくんですけどパイプが下がっていくと今度は えと地面で作業しなきゃいけないので今度は水中カメラを下ろすんですねで水中カメラを下ろしてこれ作業しやすいようにしますで、えー、とこれが先ほど言った同時検証のパイプでして先端のところのちょっと上あの人のヘルメットの頭の高さぐらいのところに、えー、とセンサーがついていてで、えー、と掘りながらそこでセンサーでいろんな観測をしています。で 掘,りながら掘っていくと,、えー、と船の上ではこう深さごとの、えー、と電気の通りやすさとか硬さとか放射線量とかがこう深さごとにデータが出てきますただ実はですね掘りながら上、えー、と船に上がってくるデータっていうのは何,何分間に1回2分間に1回,の1回のすごく時々のデータしか回収できないんですねあの通信速度海の中はそんなに速くないのでそのために 先端についているデータロガーのところにすべてのデータが入っているのでこのドリルビットパイプを回収しないことにはデータすべては回収できませんなので大事なデータを船のリアルタイムでは見ようとしているかもしれないので全部のデータがちゃんと入手するためにはこの先端が折れずにちゃんと船に戻ってくるということがすごく大事ですでこれが返ってくるのを研究者はすごいもう待ち望んでるんですね で待ち望んでいてデータが取れるともう床に広げていきなりあの昼でも夜でもあのこういう議論ディスカッションが始まりますここに断層あるんじゃないかねとか言ってやってるんですねというわけでだあのこの辺が断層がありそうだっていうところが分かれば今度は温度計入れたいっていうのでさっきの温度計の入り口のところを設置する作業をしていますで1回この入り口を設置すると今度は 入り口に向かって今度は補強するためのパイプみたいなものを下ろしていくんですねだから7 0 0 0ル先に4 0ーターぐら,あ40センチぐらいの穴があって2 0ンチぐらいのパ,パイプを通す針に糸を通すよりももっと難しいことをやってますねでえー、っと下に入り口が見えていてパイプがあってこのモニターは船の中のあらゆるところで見ら,見られるようになってましてこう 船は GPS を使って自分の位置を制御しながらこう操,縦操縦士の人がやってくれてあと、あと東に50センチとかいうことを資料を出しながらいいところに来たなと思うとそのエンジニアの方たちがパイプを下に下ろすという船を動かす人たちとパイプを下ろす人たちとは別々で息を合わせて作業していますで。研究者はその時間何してるかというともうひたすら祈,祈りながら見守ってるしかないんですね。ちょうどスーパームーパムンのの時にこの作業してましてて、ま、えー モニターの前で研究者が集まって無事パイあの井戸の入り口にパイプが入りますようにと言って祈りながらカメラを構えて待ってます。というわけでこういう作業をしていてじゃあ実際どういう成果があってあの今後の課題は何だろうかというところを日野先生からお願いしたいと思います。えとそれででですねあの、まあ、さ先あの掘りながらデータをを取ってくるという話ししましたであの 皆さんが船の上で一生懸命かじりついて見てたのがこれ,これなんですねであの。詳しいことを言うと大変なのであまり話をしませんけれども、えっと、例えばここにあるのはこれはあの放射線量の変化なんです。であの地層が変わることでちょっとずつ変わっていくんですけれどもポイントは断層その地層が大きく変わるところ大きく割れ目が入っているところは異常な観測値が来るんです。で見てあげるととこここのところ ずっとなんとなくなだらかに変わってきたのがボンと変わりますねでそれからこの青なんですがこれ電気の流れやすさでこれはあの割れ目を見つけるやつですでこれをもうちょっと丁寧に見ないと難しいんですがここのところでボンとちょっとこっち側に左側にトゲが生えていますであるいはここのところでなんかグサグサグサっとなってるところがありますでこういうところが怪しいとなんか逆に言うとこういう非常に微妙なデータを見てえっ、ー、と船の上に乗ってる科学者たちはここだ 決めるわけですなんだけど、えー、と大事なのはこれは一種の試し彫りなんですね掘ってデータを取るんだけどもそれで穴を掘っちゃったのでもう掘り飛ばしてしまったから岩石は手に入らないわけですだからもう一回掘るもう一回掘るときにこの 720m のところで岩を取ってね 820m のところで岩を取ってねってやるわけですだからここの読みを間違えると断層の岩は取れない。 で全部取ろうと思うと、さっき言ったように、ものすごく手順が複雑ですから、2か月じ終わらないので、ここは一種の爆打です。で、えー、結果、どうなったかということなんですけどど、まあ当たったんですねあの、乗ってたサイエンティストたちが非常に優秀で、でこれほあの、資料を取った区間です、でこれ、さっきの,あの反射法地震波多山の記録なんですけどここに海底があります、でここに、えー、っと多分滑っただろうと思っている断層があって、そこの下側は、えー、っと沈み込んでいる太平洋プレートの でこのオレンジ色の線で描いてるところを掘ったんだけど全部掘らないで、まあ、あの掘ってる途中のところですねあの断層より離れてるところの、えーとまあ、リファレンスになる物質が欲しかったんでこういうところで掘ってますけどあとはもうこの断層だろうと思ってるところの周りでみ,みっしりデータを取ってくるところがあのところどころやっぱり隙間が空いてますね。 あの100回収すするといいうのはやっぱり簡単じゃないんですあの途中で岩が落っ,こって落っこちてしまったりとか壊れていてサンプルとして上がってこなかったりということもありますですけれども幸いにしてその8 2 0ルここが多分地震の時に滑った断層だと私たちは考えていますけどそこのサンプルを回収することに成功しましたであのこの画像ではちょっと分かりにくいんですが非常に薄い、えっと、水平方向の割れ目がたくさん入っているそういうものが得られています。で まあ、あのただ、まあ、先ほども言いましたけれども掘ってからもう何年も経ってますから1年ちょっと経ちましたからあちちちということではないんですねやっぱりあの、もし温度が高かったとしても 0. 何度ぐらい、でそれは上に上げてくるのに1時間半とか、えーとえー、ごめんなさい、1.5日かかるわけですから、もうすっかり冷めちゃってるので、これじゃ分かんないです、だから温度計をこの後にもう一回入れなきゃいけないということになります。 でそれから温度計もそうなんですけど穴の形を丁寧に見てあげるとこれもまたどんな力がかかってるかわかるんですねこれ穴を上から見てる感じですです、えー、ですから水平方向にどんな力がかかってるかで太平洋プレートが沈み込んでくることで横から力をかけてるわけなのであるいは今地震が起こっちゃったからその力が抜けちゃったので穴の形が変わるはずなんですね。 でこれは例えば今はこれは、えっとまあ、上下方向に強い力をかけているとそうするとこの穴潰れて最後にはこの横方向左右方向に割れ目が入ってしまう割れちゃうんですね。でそうするるととここの割れているところをもし見つけたら どういう力がこの穴の周りにかかっているかが分かるだろうでさっき電気,あの電気の流れやすさを見ると割れ目が分かると言いましたでそれを丁寧に、えっと、データを処理してあげるとなんかこんな見てきたような画像を作ることができるこの、えっと、だ色がダークになって黒あの茶色,っぽ茶色っぽくなっているところが実は割れ目のところで,すでこれは浅い方から深い方に向かってあの穴の周りをこうでぐる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 見回しながらあの展開図を作ったみたいなものだと思ってください。こう壁をこう 本当はこう丸い穴をこうひパッと開いたそんな絵だと思ってそうするとここに2列暗いところがありますだからこれはこういう穴が開いてるあ割れ目が入っているところを見つけてるわけですねでそうするとこれを、えっとえっと、どっち向きにこの割れ目がありましたかっていうのを調べることで今どんな力がかかっているかっていうのが分かるわけですで、まあ、あのこれが何を意味するかっていうのはあとでお話し,しますそれその肝心の温度計なんですけれども実は非常に難航してますえ今年の2月にチャレンジして えー、あの今日本当は皆さんこんなの撮れー,ーってお話をしようと思ってたんですがうまくいかなかったでその一つの理由は非常にアンラッキーなことにまた爆弾低気圧が来た掘っている時もやられてでデータ回収に行こうと思ったらまたやられたんですねどうも神様は意地悪なんですがそれからもう一つ意地悪がをされたのは皆さんあのご曲だと思うんですが12去年の12月7日に「 津波注意報が出たり津波警報が出たりしましたけれどもあれの震源が実は私たちが掘った真下だったんですあの別に掘ったから地震が起こったわけではありませんあのそれは断層は、えっと、私たちが掘ったところこの地震で動いた断層は私たちが掘ったところよりもさらに10キロぐらい下なんですだけれどもマグニチュード7の地震がたった10キロのところで起こっちゃったんですからものすごい揺れに見舞われたに違いないわけです でだから私たちがその温度計を入れてたところはどうなっているかちょっと心配なんですね。でこれその温度計の回収に行った時とは違うんですが、えー、とまあロボットを入れてさっきモノクロだったんです今度はもうちょっといい、えー、とカメラを持っててカラーの画像です。であのこれ、えー、とその比較的近くの海底水深 6900m ーー、ね、のところなんですけれどもこれ。あの 本来平らな海底を私たち狙ってたはずなんですが見ていただいてたくさん割れ目が入っているあの非常に大きい亀裂が入っていますこれ幅にしてだいたい5メートルぐらいありますであの非常に切り立ってますからできて多分真、まあ、新しい割れ目ですですからひょっとすると3月11日のだから311の地震の時だったのかもしれないんですけれども でも、いずれにしろ非常にえっと脆い状態になっているで、こんなの本当にもう割れたばっかりっていう感じのところがたくさんありますから、やっぱりそのに、えっと、去年の12月7日の地震も、ある程度はやっぱり影響があるんじゃないかで、その天気が悪いっていうのと、それからこうやってあの海底の状況が一変してしまったという、その2つの状況、えっと、不幸が重なって、残念ながらその予定通り温度計は回収できていません、だけれども私たちも諦めるわけにきませんから、えっと、4月に再チャレンジします。 えーまあ、4月もそんなに天気がいいわけじゃないんですが、えー、皆さんにもぜひ、えー、と成功を祈っていただければと思っています、えー、それで,それでまああの、まあ、こうやっていろいろ苦労をしながらです、ねえー、と掘削調査をやりました。 で何が分かったかということなんですが、これ、最初に、えーとまあ、ここはチェックポイントだと申し上げたところに対して、どういう答えが出てきたかというのが赤字で書いてあります。まず、不安定性滑り、あの止まって動く、止まって動く、ああいうのが、そういう性質を取ってきた岩石資料は持ってますかということです。で、えー、と持ってきて、えー、とサンプルが上がって、えー、と実験室で調べてます。滑らせて、どういう力が働いたら動くのかというのを見ます。そうすると、滑らせ始めて、滑り速度を、えー、滑らせる速さをですね、 勢いよく滑らせると急に摩擦抵抗がガクンと下がるそういう性質を持っているということが分かりましたこれが逆だと滑らせる勢いを上げると摩擦抵抗が上がるんだとブレーキがかかるので滑らなくなりますだから地震が起こりにくくなるんですねですからこれは地震を起こしやすい性質を持っている岩石がその私たちが掘削した断層のところにあるんだということが分かっただからこれは地震を起こしやすい性質を持っているかイエスだった それから次、歪みを蓄えていましたがさっき力がかかっている方向の話をしましたけれども、えっと力の方向は分かったんですけど大きさはまた別の方法で調べます。でえっと、あの今かかっている力は、えっと、さっきの穴の変形の仕方で分かります。であの地震が起こる前はこれはさすがに無理なんですけれども岩の中に、えっとそのえっと、小さい割れ目があってそれは えっと長い時間をかけてできた割れ目だというふうに考えると、地震が起こる前の力の状態を覚えてくれているはずです、その2つを比べると、どうも地震の前に大きな力がかかってたのが、今は抜けてしまったというふうに考えていいでしょうという結果が出てきています、ですから歪みを蓄えていましたか、そういう意味でいうと、イエスで、そして今はそれをすっかり解放してしまったということになります。 ですから、えー、と勢いを逆に言うと、勢いがついて自分は壊れるつもりはなかったんだけども壊れてしまったということではどうやらなさそうで自分のところにしっかり歪みをためてで私たちが海溝の近くで、えー、と、えー、歪みをためられないというふうに考えていたのは多分よくなくてでこれは日本海溝だけじゃなくて例えば南海トラフの地震でもそうかもしれないそういう意味で超巨大地震の起こり方というのをこれからもう一回検討し直す、えー、非常に大事な結果です。 それからその50メートルもどうして滑ったんだそのどれぐらい熱を出したんでしょうというようなところが切り口なんですけどここのポイントは残念ながらまだデータが上がってきていませんからこれはもうしばらくお待ちいただいてまあ交互起きたいということになろうかと思いますえっとそれではえっと用意した話題はここでおしまいですはい見せていただいた写真の中に820メートルの岩石資料の写真があったと思うんですけれど。 そのこの岩石資料って全体が黒いく見えるんですけど、左の方に白い部分がありますよね。これって何なんのか教えていただくことはできますか。はい、えっ、ー、とですね、あのちょっと写真の写りが良くないくて、あのどど。どれがどれだったか、私も正確に覚えてないんですが。ここですね、きっとね、白いところ。はい、えっ、ー、と、ここはあの先ほど申し上げたように、非常に破砕が進んだ、えっ、ー、と、岩、あの歴、細かい歴です。で、ここの部分は。 えー、あの大ざっぱに言うと粘土ですね、ですから、分あの,多分あの本当の地震の、今回の地震のメインで滑ったのはここじゃないですあの、そこは本当に壊れちゃってて、完全にそこの物質っていうのはそんなに取れてないんですが、それに比較的近いところにやっぱり割れ目があって、そこが粘土で充填されていて、でその周りには、えーとまあ、岩石が破砕されていると、そんな、えー、と解釈ができる、えー、と資料ですありがとうございます。 こちらのテーブルで出た質問の一例としては7 0 0 0メートルまでの深さまでドリルが落ちる降りるということで、えー、船が波で上下左右に移動するということでドリルがその斜めになってしまったりしないかということとそれに関連して精度がどれくらいの精度で得られているデータが得られているのかという質問がありました。 まずです、ね、一、まあ、つは船をどれだけ、まず横方向ですけれども、これは船をどれだけコントロールできるかがすべてです、であの先ほどどこかのテーブルでちょっとこの話させていただいてるんですけど、船には、えっと、8方向に、えっと、スラスターというものがついてます、ただ残念ながらこの船、この時はそのうちの2つを壊してます、あの震災の時に八戸港にいて、津波でやられて、でそのスラ,スラスター2つを岸壁にぶつけて落としてるんです。 だけれど、も頑張っていったんですね。で、そのスラスターはいろんな方向を向いています。で、右に流されたら右に吹いて戻す。後ろに流されたら後ろに吹いて戻すって。そういうことをやってます。で、自分の場所は GPS でわかりますから、その GPS の信号を見ながらで同じ位置をキープするようにする。海流が強くても、あの風が強くても頑張る。で、風が強すぎたら作業ができませんっていうのは、それがやりにくくなるから、だからその間は作業が中止ということあと。 あの潮波が来るとね14メートルの上がったり下がったりですからまあ14メートルの時やりませんけれどもそれはあのヒーブコンペンセーターって言ってあの油圧のえっとコントローラーがついてて船が上がってくるとその分だけドリルを下に押し込むで船が下がってくるとその分だけ上に引くっていうそういうあのクッションするえっとメカがあってそれでコントロールしますそれで精度という意味ではあのポジションに関しては、えっと、例えば、えっと、そうですね大体数メーターの精度。あの めくあの見ないででやってる時はそうですカメラで見ているときは先ほど見ているように空いているあそこにスポット刺すわけですからその、えっと、コントロールができます。であと難しいのは、あの深さあの例えばこう掘っていったときにあの今持ってきた石は海底下何メートル何センチの石ですかってれこれが一番難しいんですね。釣って上げてくるときやっぱりワイヤー使うんですがワイヤーってやっぱり伸びちゃうんででその辺に関してはもう。 そうですねあの10メートルぐらいの誤差はしょうがないのかな、で、他にいっぱいいろんなデータ同時に取ってますから、重ね合わせていってあの、相対的には間違わないようにはで,できるだけするような、えっと、後処理を、えっと、クオリティコントロールはやりますじゃ,じゃあ次、お願いしますまあ自然条件や、えっと、データ取得の難しさなど、いろいろと問題があると思いますが、えっと、どのくらいの期間をかければ満足できるデータが取れると思われますか。 ああののとっても難ししいい質問たただきましたあの例えばあの東北地方太平洋沖地震は再来間隔が短い見積もりで400年で例えば政府の地震調査推進本部が600年と評価しているでもひょっとすると、上外の地震が一つ前だとすると1200年です。で だからそういう記録を、えー、と観測データを私たちが持ってなかったからこそある種想定外と言わざるを得ないことが起こったもちろんそれをあのデータからしか見抜くことができないのはやっぱりサイエンスとしては恥ずかしいので、えー、と論理的に積み重ねて分かるようにしたいというのはあるんですが。 ですけれどもやっぱりあのどれだけデータを取れば十分ですかということに対してはもう今言ったようなタイムスケールのデータがないと本当のことはわからないというしかないだろうと思っています。でもう一つはなんだけども例えば沈み込み体でいうと世界中に沈み込み体がありますで。全部が同時に進化してているわけではなくて 例えば東北地方はもうこの間地震を起こしたところですからリセットがかかってこれから歪みをため始めるわけですけれども中くらいまで溜まっているところとかあのもう本当に今にも壊れそうなところがどこかにあるかもしれないでグローバルに調べていくことによってその時間軸を逆に地球儀を全部調べ尽くすことによって時間軸のデータを得ることができるかもしれないでそういう意味では今日本の観測を私たち一生懸命やってますけれどもこういう日本の観測技術私本当にすごいと思ってるんですけどこれを世界中に広げると。 いうアプローチもあるかなと思っています。あのこの船はあの先般の愛知県沖ですかあのメタンハイドレードを探査した船だと思うんですが、この船の何ですか利用目的っていうのはどういう形でこうなん,てうんですかコントロールされてるんでしょうか。そのお伺いしたいと思います。地球の、えー、を使ったえっ、ー、と掘削計画はあの。 最初にお話ししたその統合国際掘削計画というインターナショナルな会議でプランを立ててそれで何年の何月にどこに持っていくかそれは全部科学者が出した提案を評価することによってやってますなんですけれどもで実,は実はその船を持っているのは日本の海洋研究開発機構というところですでなんだけどもその科学だけやってるとお金が出てくばっかりで 運行費がなかなか出ないんですね。1日にこれ大体1億円ぐらい使っちゃうんです。あのすごい人数乗ってますからね。でそうするとあのいくら文科,文部科学省が頑張ってお金出してくれてもちょっとやりきれないので出稼ぎに行くんです。お金が儲かる仕事をやります。であの井戸を掘るっていうのは資源探査にあのメタンハイドレットもそうですけどもそういう商用のアクティビティに非常に関係がありますから例えばある時はえっ、ー、と スリランカの方に油田探しに行ってみたりとかそういう出稼ぎもやってますであのメタンハイドレートに関しては一応日本の仕事ですけれどもあれは科学のためではなくて科学技術のためにということで別のところから予算が出ているそういう仕事の一環でしたじゃあそろそろあの時間になりますのでたくさんの質問ありがとうございました。でえっと、最後にあの,あの 2時間の間お話を聞いてくださいましてどうもありがとうございました気をつけてお帰りください